今日紹介する作家は夏目漱石。明治41年に大阪朝日新聞に掲載された短編小説です。夏目漱石、文鳥。弟子の鈴木明吉の勧めで文鳥を飼うことに決めた漱石は、文鳥と籠を買ってくるように明吉にお金を渡します。そして冬のある日、白い文鳥が漱石の家にやってきました。翌朝目が覚めるとガラス戸に日が差している。たちまち文鳥に餌をやらなければならないなと思ったけれども、起きるのが大儀であった。今にやろう今にやろうと考えているうちに、とうとう8時過ぎになった。仕方がないから顔を洗うついでを持って鳥かごを明るみへ出した。もっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になった。来る日もまた気の毒なことに、遅く起きてカゴを出してやったのはやっぱり8時過ぎであった。それでも文鳥は一向不平らしい顔もしなかった。明るいところへ出るや否や、いきなり目をしばたたいて心持ち首をすくめて自分の顔を見た。昔、美しい女を知っていた。この女が机にもたれて何か考えているところを、後ろからそっと言って首筋の細いあたりを上から撫で回したら、女は物憂げに後ろを向いた。その時女の眉は心持ち8の字に寄っていた。それで目尻と口元には笑いが兆していた。文鳥が自分を見た時、ふとこの女のことを思い出した。この女は今嫁に行った。目が覚めると外は白い霜だ。この一本を吹かしてしまったら、起きてカゴから出してやろうと思いながら煙の行方を見つめていた。するとこの煙の中に昔の女の顔がちょっと見えた。寝巻きの上へ羽織を引っ掛けてすぐ縁側へ出た。文鳥は箱から出ながら、ちよちよと二声鳴いた。おばあちゃん家で猫を2、3匹、はい、3匹くらいと犬を1匹飼ってて、でなんか今グミ食べたいからグミにしようになって、猫の名前グミって。好きな動物がアルパカなので、アルパカ飼いたいですね。今日紹介する作家は夏目漱石。明治41年に大阪朝日新聞に掲載された短編小説です。夏目漱石、文鳥。弟子の鈴木明吉の勧めで文鳥を飼うことに決めた漱石は、文鳥と籠を買ってくるように明吉にお金を渡します。そして冬のある日、白い文鳥が漱石の家にやってきました。翌朝目が覚めるとガラス戸に日が差している。たちまち文鳥に餌をやらなければならないなと思ったけれども、起きるのが大儀であった。今にやろう
今にやろうと考えているうちに、とうとう8時過ぎになった。仕方がないから顔を洗うついでを持って鳥かごを明るみへ出した。もっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になった。明くる日もまた気の毒なことに、遅く起きてかごを出してやったのはやっぱり8時過ぎであった。それでも文鳥は一向不平らしい顔もしなかった。明るいところ